ここは大分の京塚山の近くの西金越あたりです。ここまでね、まあ、道路からバイクで、まあ、車でも来れるんだろうけど、駐車場はね1台2台が精一杯だと思います。ここから西金越もすぐそこにあるんですけども、そこからね新しい道が ABC ってできたみたいなんで、それをね、辿ってみます。こちら側から行くとね、京塚山から山田の湧水の方に、まあ、逆戻りするような形ですね。早速ねもう着きました。駐車場から1分ぐらいかな。ここから登っていけばね、縦走していくような古城の山とかいろいろありますね。で降りていけば山田の湧水、ここが西金越というかな。このポイントからもう目の前に標識があります。これね、で今まではね京塚山の A ルートのみだったんですけど、一旦ね舗装路に出て取り付く。今回はねこの B と C、 これができました。でこの C が一番直通で近いんですよね。途中険しくロープ場があります。あ、眺望部の音も出ますということで、ここをね上りで使って山頂まで1キロですね。で下りはこの B で行こうかな。うん、まあ、こういう感じですね。ここから C で行って B で降りてっていう感じですね。もともとはこの青いね、まあのんびりしたルートが一般的だったんですけど、はい、そうしましょう。早速 C ルートで行ってきましょう。いいね。これができたのが2022年の10月なんで、もうこの道はね出来たてほやほやで、この鈴竹を買ってるみたいで、これね結構毛まつれるというか足元があんまり心地よくないですねこの新しいルートを確認するのが目的ではあるんですけども、一番大きな目的はねもう言わずもがな美山霧島です。うん、ここの美山霧島はね他の山よりも1ヶ月ぐらい早く咲くんで、時期がずらせるしね、うん、なんかそういう意味ではとっても興味深いところですね。道は分かりやすいですよ、ずっと。登りが急になりましたね。これは金越連山ウォーク、理事長の、うん、こういう自治体があると嬉しいですね。本当ね出来たての登山道っていう印象を受けますね。なんか嬉しいです、うん、ここはどんどんね踏み固められてメジャーになっていくんでしょうね。おお、ここはロープですね。よいしょ、トラロープがありますね。でやっぱり滑った跡もあるんで、うん、それほど急ってことですよね。よいしょ、おー、ロープの区間です。結構ロープ続くね、なかなか続くね。いや本当侮れないですね。ロープは結構続くん でかなりの角度があるんで、ここはやっぱ使うなら上りでしょうね、うん、結構ロープだな本当に。お、景色はいいですね。景色はいい。
いや、ロープが終わりかな。あ、で、ここは、ここ絶景だね。高崎山。わかりやすい。おー、別府湾が。分岐ですね。こっから左に行けば、京塚山。あと500メートル弱ですね。で、まっすぐ行くとね、B ルート。今 C ルートから来ました。B ルートがね、今来た道よりもなだらかです。ここからね、帰りは降りましょう。そしてまずは頂上。もうすぐにこの網越しの道になりました。でもう先がね見えてるね、頂上がね。もうあと少しだね。BCKU、 どっちへ行くんだろう。あ、ここがね、京塚テラスということで、ああ、やっぱり景色はいい。景色いいね。誰もいないのがもったいない。そしたら向こう行こうかな。Cルート経由で行きましょうか。なんかね、ぜひね、ここ歩いてほしいと思うけど、初めてかもしれない。こんな結構歩きにくいっていうか、足が取られる。こう、なんか、こうね。くにってなる、うん、気をつけて歩きましょう。でもこれ感覚で言うんだけど、やっぱ C コースの方がね、海沿いなんで、海に近いんで、そんだけ絶景だよね、ずっとね、うん、だけど上りは少なくともね、 C コースで行きたいね。いや、本当ね、めちゃくちゃ面白いです。うん、面白いコースを見つけたな。そしてこのコースを整備してくれた人に本当感謝だね。はい、道路にね出ましたね。もうここから、うん、山頂まで行きましょう。240メートル。あとはね、私も通ったことがあるんで、新ルートここにも書いてあるんでね、分かりやすいね。最後のね、分岐に来ました、京塚山。ここから右に行ったらね、山頂です。ただまっすぐ行ったらね、こういういろんなものがあるんで、行ってみるといいですね。私も前回ちょっと行きましたね。今日は行きません。もうとにかくね、鳥の鳴き声が今日は活発で、風も強いね。じゃあ山頂行きましょう。あ、やっぱ人少ないね。まだ時期じゃないけんかな。ああ、ただ咲き始めていますね。ああ。あ、これなんか割と満開じゃないでしょうか。はあはあ、山頂は山頂。よいしょよいしょよいしょ。はい、京塚山山頂に着きました。あ、やっぱりつぼみも多いね。なるほど。5月8日でね、これぐらい咲いてますよってことですね。そして鶴見とかね、由布がまたすごいもん。先初めのね、株が多いですね。ただ意外とね、先終わりの株もあったんで、うん、
侮れないですよね。これとかもなかなかもうピークは過ぎてるよね。これねカサカサしてる、よいしょ。あ、ここはぜひね他の美山霧島が咲く前に咲いてるんで訪れたいですね。この美山霧島のまだ先初めぐらいに来ることができました。そしてね新しい道が BC ってできてたんでそこをね、通りながら山田の湧水から登るのもねもう全然ありかなと思います。体力とか時間がない方は近くから登って手軽に美山霧島が楽しめそうです。はい、私は帰りはね今度は B を使って、西金越まで降りようと思います。いやもうこれからはね美山霧島の時期になりましたね。はい、楽しみです。じゃあ降ります。帰りは予定通りね B コースで帰ります。 B コース、これね B コースも新しい振動ですね。はい、1キロぐらい。この道までね降りたら B も C も右ですね。前回撮ったのはこの A なんですけども今回はね C で登って B で降りるんで B と右ですね。今日2回目のね京塚テラスですけども山頂がねそんなに遠くが見渡せるわけではないのでここ貴重ですねやっぱりね。はい、この C と B の分岐からこっちから来たんで左にね降ります。 B、 ここ桜の間、なるほどね、こっちがちょっと買ってありますね。いいね。従来のね登山道と合流するかっていうか、マムシがいました。うわー、ぐるぐる回ってる。マムシおるとやっぱビビりますね。はい、ようやく従来の登山道に出ました。はい、あとはバイクを取って帰りましょう。この振動の B と C はね特にこの山田の湧水から登って来られるような人、そういう人にとってはねとってもショートカットにもなるし、いろんなバリエーションが広がるんで朗報だと思います。ただもう頂上までね車で行っちゃうような人は特に、使わないのかな。テラスの方にはねぜひ行かれたら楽しめるのかなというふうには思いました。はい、京塚山リニューアルしてますね。ぜひ美山霧島の時期に来てください。山ちゃんでした。バイバイ。